2019年、その男の人生において今年はまた格別な偉業を刻む年になるだろう。彼にしか進めない道がある。そして彼にしか見ることのできない景色がある。井上尚弥、今真の世界王者へ。世界最強を決めるボクシングの大会、ワールドボクシングスーパーシリーズ。その頂点を目指し新たな歩みを刻む日本の至宝モンスター、井上尚弥に完全密着。決戦に続く日々の中で彼は何を語り、そしてどんな姿を見せるのか。もうやっぱり拳二つで殴り合いなんで、まあ、リングに立ってみなきゃ分かんないことも多いんで。若き偉大なボクサー、その孤高のストーリー。モンスター井上尚弥、 WBSS準決勝までの100日を追う。今年1月末、撮影交渉のため取材班が初めて井上のもとを訪ねたのは WBSS 準決勝が行われるおよそ3ヶ月前のことだった。試合までは日数にしておよそ100日。それが井上にとってもうなのかまだなのか、いずれにしろ臨戦態勢の慎重な期間であることには違いない。そんな最中、彼への密着取材のオーダーはどう受け止められるだろう。おはようございます。緊張感を胸に、初めての対面の時を待っていた我々の前に彼は颯爽と現れた。井上尚弥25歳、日本が世界に誇る若き偉大なチャンピオンだ。これ20分番組を計2時間、どの程度こう密着させていただいても大丈夫ですか。今の時期はまだその減量とかも入ってないんで、はい、基本的には大丈夫な日が多いんですけど、減量、はいはい、入ってくるとちょっと精神的にも来るところあるんで、はい、はいはい、井上は減量に入るまでの間、可能な限り取材に協力してくれることを約束してくれた。ちなみに塗装から素の部分ってどういう部分なんで今感じますか。素の部分ですか。これ撮ったら客観的に面白いと思うよっていうような。あ、どう言ったって本当普通ですか。そこはないですね。それとなんかこう面白いところとか。あ、本当に普通なんですよね。まあ、人間性言ったらちょっとこう抜けてたりとか、ちょっと天然があったりっていうのはこう接してないと分かんないんですけど、その中にも結構あったりはするんですけど、じゃあどことかって言われるとまた難しかったりはするんですけど、まあ、タクとコウキの3人でいる時が一番面白かった。前のイメージがどうか分かんないですけど、結構前だとすごいこう真面目な好青年っていうイメージがあったとすれば、それは大間違いです。そういう伝え方をしないで。全くもっと好青年ってイメージあるんだよ、そういうイメージが。今日これで大丈夫ですか。はい、わかりました、はい、こうして彼への取材は幕を開けた。数日後、まずは撮影の手始めにプロボクサー井上尚弥のこの時点での率直な言葉を聞いた。WBSS 準決勝に向けて
今何を思うのか。最初WBSS というあの大きな大会が開催されるっていうのを聞いて、はい、率直にどう思われました。まあ、やっぱり出たいっていうのは、うん、率直な感想ですね、うん。まあ、ボクシングでそういうトーナメントというのは今までなかったんで、また新鮮な気持ちと、うん、まあ、ワクワク感と、まあ、そのバンタム級に上げるその、まあ、タイミングで、まあ、チャンピオンになればそのトーナメントに出れるっていう話を聞いて、まあまあまあ、すごくモチベーション上がりましたね。まあでも、まあ、一つ一つ試合は同じ気持ちでやってるんで、まあ、それほど変わりはないですけど、まあ、ただその全そのチャンピオンがなんで出るかって言ったらその、まあ、莫大なファイトマネー、まあ、そういう魅力があるからみんな出てくるわけで、まあ、それも一つの魅力ですよね。そんな各団体のそうそうたる世界チャンピオンたちが集う WBSS バンタム級初戦、井上はドミニカ共和国ファン・カルロス・パヤノに圧倒的な強さを見せつけ勝利。その試合時間はわずか70秒だった。感情でしたけど、ご自身の中で予感はやっぱり、いや予感なんもないですよ。やるまで倒すまでもう何も分かんなかったんで、もうやっぱり拳二つでの殴り合いなんで、まあ、リングに立ってみなきゃ分かんないことも多いんで、まあ、雰囲気をざっとこう自分の中に入れながら、あとはリングの上で考える。基本そうですね。その対戦相手の前の試合見ても、戦ってる選手は自分じゃないんで、また相手が変わればその、まあ、戦い方も変わるし、1ラウンド2ラウンドでは大体分かってきますけどね。次戦 WBSS 準決勝の相手は IBF 王者プエルトリコ出身のエマニュエル・ロドリゲス。19戦19勝無敗の強敵だ。まあ年も自分と変わらないですし、反応もあるんで、まあオールマイティな選手だなってイメージはあります。まあそこまではないですね。ただその気をつけなきゃいけないパンチだったりっていうのは意識はしてますけど、まあそれほど対策ってものは練ってないですね。それも上がってからですね、大体、その感触を、はい、どんな相手もその時勝負、そんな言葉を淡々と常に平常心で答える姿勢が井上尚弥の強さを物語っているように見えた。しかしそのイメージとは裏腹に、インタビュー終盤、彼はこんな意外な言葉を口にする。まあでも自分自身そんなにまだなんかこうやりきった感もないですし、みんながこう騒いでるほど納得もしないんで、まだまだ自分にこう自信も持ってないですし、だからその周りのファンのギャップ差がめちゃくちゃあるんですよ。もちろんこうどこまで行ったら自信がつくとか、そういう指標はあるんですか。まあ、言ってみないと分かんないですけどね、そこは。まあやっぱりギリギリのラインで勝負してる世界なんで、周りが思ってるほどやっぱないですね、そういうの。プロ戦績17戦17勝 15KO 無敗、20歳で世界を制し、昨年5月には見事3階級を制覇。その異次元の強さから冠された異名はモンスター。誰もが認めるすごすぎる男の口から、まさかそんな意外な言葉を聞くとは思わなかった。
しかし、だからこそ彼は今その地位にいるのだろう。自分に満足せず、おごらず、常に危機感を持って愚直に歩み続ける必然性をきっと本能で理解しているのだ。まあ殴り合いじゃないですか。あの前回の試合も70秒で終わってますけど、まあ逆に自分が70秒で倒れてる可能性もあるわけなんで、まあそればっかしはもう何とも言えないです。結構聞かれるんですけどね、ボクシングとはって。でもね、ボクシングとはって言われても、まあただ強さを求めてやってるだけなんで。強さを求めているだけ。超えていくのは常に自分。それは天賦の才を持つ者として最初から備わっている命題なのか、それとも幾度の死闘を経て新たに見えてきた境地なのか。いずれにしろ、強さとは何かという本質を語るとき、これ以上にふさわしい言葉はないだろう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。それともうこれからお帰りなんですか。これから帰ります。後輩連れて飯行きます。まだお食事の制限はまだ。あ、まだ全然。もう試合の3週間前ぐらいなんで。今じゃあ結構楽しい。今全然食べて、そう、食べて練習っていう時期です。気がやっぱ休まる時はないですよね。いやでも自分基本ジム出たらもう考えないようにしてるんで、もう全然オンオフは全然できてます。ちょっと楽しい夜を、はい、楽しい。すいません、ありがとうございました。本当にありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございました。この日、井上に指定された取材場所は神奈川県のとある撮影スタジオ。お願いします。彼はこの日、自身がイメージキャラクターを務める企業 CM の撮影に臨んでいた。バンっていくぞ。よーい、はい。はい、あとすごいと思います。その人気ぶりから井上には多くのスポンサー企業がついている。試合前、減量など自身のトレーニングが佳境に入る前に、こうしたメディアへの仕事を積極的に行っているのだという。はい、次です。はい、プレビューお願いします。まさに普段と違う、やっぱりこういうお仕事もまたこうボクシングと違った露出ができるんで、なんかものすごい現場も慣れてらっしゃるように見えたんですけど、ね、いや、そうでもないですよ。結構緊張しながらやってます。ボクサーとしての絶大な強さに加えて、この爽やかなルックス、
人気が出ないわけがない。しかし当の井上本人はその熱が自身だけにではなく広くボクシング界全体に向くようにと考えている。まあやっぱりプロとしてやってる以上では、まあ、見てもらって知ってもらってなんぼなんで、まあ、そこに関しては、まあ、そのボクシングってものを広めるというか、うん、見てもらえるように、まあ、していきたいなっていうのは、まあ、常に思ってますけど、まあ、殴り合いっていうスポーツなんで、まあ、それがどこまでこう理解されて一般の人まで広がるかっていうのはその、まあ、試合だけではその伝えられない部分っていうのが多いんで、まあ、なんかこういろんな分野に出てまあ、少しでも知ってもらえたらなっていう思いはありますね。さあ以上で終わりでしょう。オラフです。ありがとうございました。ボクシングを広めた、そこには今日の日本のボクシング界を牽引する騎手としての確固たる自負が感じられた。2018年度の日本ボクシング界を彩った選手を称える年間優秀選手表彰式、日本人ボクサーにとって最も名誉あるセレモニーだ。言わずもがな、井上の姿はこの日この場所にあった。前は相手体重です。入れ替わりでもないですよね。入れ替わって2つぐらいかな。今今年26。僕井上くん、WBSS のあれあったじゃん、はい、あれこれ再起を決めてからあの試合を見たの、はい、再起悩んでる時にあの試合見たら俺多分引退してたの。本当に坂本君あんな見せられてさ、やってらんねえよ。そうマジで俺それ本気で、うん、いやよかった、意識的に本当によかった。あれは本当俺刺激になった。はい、お願いします。井上をはじめ世界に名を馳せる日本人の世界チャンピオンたちが一堂に会する年に一度の貴重な場だ。あ、すごいじゃん、見せてよ。いや、ちょ、待って、これレプリカ。レプリカ？そう。なんかね、全然違うらしいよ。ほぼ一緒。ほぼ一緒？ほぼ一緒。でかい。横にこれ。あ、そっからこれ見たらめっちゃ可愛い。会場には溢れんばかりのボクシング関係者たち。この式典において彼らが最も注目するのが年間最優秀選手 MVP の発表だ。表彰に入る前、まるで早くも祝辞を伝えるかのごとく列をなし井上のもとに集まってくる関係者たち。一向に途切れることのないその行列が圧倒的な人気と絶大なる期待を物語っていた。大ファンです。式典が始まった。井上尚弥選手です。壇上にお願いいたします。井上をはじめ MVP 候補の優秀選手たちが次々に登壇していく。その中には井上と血を分けた良き同志の姿も。
WBC 世界バンタム級暫定チャンピオン井上拓真選手です。実定井上拓真、昨年12月末 WBC 世界バンタム級暫定王座に輝き、念願の兄弟世界チャンピオンの偉業を成し遂げた。どうぞ壇上の2018年度優秀選手賞受賞者の皆様に今一度盛大な拍手をお送りください。そしていよいよ MVP 発表の時。はい、ある2018年度年間 MVP 最優秀選手賞は WBA 世界バンタム級チャンピオン井上尚弥選手です。どうぞ中央にお願いします。2014年以来2度目となる MVP の栄冠、文句なし満票での獲得だった。おめでとうございます。日本ボクシング界の顔としての責務が刻み込まれた。そして息子直哉拓真にとどまらず、その栄光は父慎吾氏にも。二人の世界チャンピオンを指導するその実績が評価され、見事2018年度のトレーナー賞に輝いた。すいません、お願いします。家族一丸となって掴み取った栄光、こと直哉は MVP に加え2018年度 KO 賞2冠を獲得、さらなる脚光を集めた。よろしくお願いします。はい、お願いします。まあ、まあ、去年ですけど、まあ、なおもいい結果出して、まあ、たくまも、しっかり、取ってくれたんで、最高です。で、今年は、まあ、ちょっと待って、今年は、優勝と、トイセントで、また頑張ります。アンちゃん、アンちゃん、撮ってない、撮ってない。はい、行きます。はい、チーズ。もう1枚、はい、チーズ。ダブルピースは封印ですよ。3、2、1。もっともっともっと、もっともっと、本当ですか。何もやってない。2018年を最高の名誉で飾ったチーム井上。しかし彼らがここで立ち止まることは決してない。ありがとうございました。ありがとうございました。今日式典を終えて、こう今八木さんの中で芽生えてることって何かあるんですか。まあ、まあ今年もそういう人気を出して、この人取れるように頑張りたいですね。責任としてやっぱり重圧ってやっぱありますか。そうですね、まあ、今自分がこういい結果出していかない限り、ボクシング界
盛り上げる自分だと思ってるんで、まあこの受賞金、また今年もいい結果出していきたいですね。来たる WBSS 準決勝に向けて井上尚弥のボルテージが上がっていく。次回2月に行われたグアム合宿を密着取材。さまざまな視点からモンスター井上尚弥の強さに迫る。はい、読んじゃう。